月17日に打ち上げられた欧州宇宙機関の人工衛星。餌の地球観測計画、リビングプラネットプログラムによって打ち上げられた科学衛星シリーズの一つであり、地球の近くと海洋の密度の違いを見分けられる程度の高性能の重力傾斜系を備えている。合成のデータは火山地域の様子を調べたり、海洋の動きについて新たな知見を加えると、 様々な用途に用いられている。特に校舎はミッションの重要な目的になっている。他の衛星の高度計で集められた海面光による重力のデータと合わせることで地交流の方向や速度を追うことができる。軌道の低さとシステムの正確性によってジオイドの正確性や解像度を改善することが期待されている。衛星の矢のような形と羽根は まだわずかな大気が残っている 260km という高度を飛ぶ際に衛星を安定させるのに役立っており宇宙のフェラーリとの異名を持つ。さらにオームエンジンの噴射によって機体を振動させずに大気抵抗による減速を防ぎ軌道高度を維持することができる。この機体は3つの軸で重力の勾配を正確に測定することができる高感度の加速度計を3組備えている。 ゴーセは、より精度の高い重力マップを作成するために、2012年8月から、高度を 255km から 235km に下げて運用を行い、世界で最も低い高度を周回する衛星となっていた。2013年10月21日に4ンエンジンで使用しているキセノンが枯渇したため高度が低下、11月11日午前2時45分に、 大気圏に突入した。最終的な重力マップとジオイドのモデルは世界中の人々に次のような事故を導く正確なデータを提供する。2014年11月に従来よりも精度の高い海洋大循環のモデルを公開。ゴーセは14時21分にロシア北部のプレセツク宇宙基地から打ち上げられた。ロコットロケットは戦略兵器削減条約で廃棄された。 大陸間弾道ミサイル SS-19 を改良したものであった。合瀬は軌道傾斜角96.70度、昇降点18時の太陽動期軌道に投入され、2 9 5トルの地点でロケットから分離された。衛星の軌道は、その後45日かけて予定された2 7 0トルの高度まで降下する。この間、 衛星の電気推進システムが高度制御の信頼性をチェックする。打ち上げは当初2009年3月16日に予定されていたが発射台の不具合により延期された。翌3月17日の14時21分に打ち上げが成功し、ロケットは衛星を積んで北極海上空を北方に飛行した。約90分後、衛星は軌道傾斜角96.7度。 高度 280km の周国軌道に無事投入された。分離の直後、通信も正常に確立された。2010年2月に衛星のコンピュータに故障が生じ、バックアップコンピュータに完成を切り替えたが、こちらも2010年7月に故障して観測データが送信不能となった。調査の結果、コンピュータとテレメトリモジュール間の通信リンクに問題点が見つかり、 ソフトウェアのパッチ適用によって2010年9月には機能を復旧し観測を再開した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に際して30分後の太平洋沖上空と55分後の欧州上空を通過中に超低周波音の波面を観測しジオフィジカルリサーチレターズに研究報告が掲載された。 衛星のメインのペイロードは地球の重力場を観測する静電重力傾斜計であり、これは地球の重力の極わずかな変動に反応する3組の超高感度な加速度計から構成されている。これらが重力場の違う場所に置かれているため地球からの重力加速度のわずかな違いが検出できる。傾斜計の3軸は重力傾斜のテンソルの5つの独立した成分を 同時に観測することができる。その他のペイロードとしては、衛星同士の間の追跡のための GPS 受信機、衛星に働く重力以外の力に対する保証システム、高度に洗練された推進システム、地上基地のレーザーによる追跡を可能にするレーザー光、再起反射器等がある。2010年1月3日に、オランダで観測されたゴーセゴーセには、太陽に向く面を覆うように、 太陽電池パネルが取り付けられており、1300ワットの電力を発生することができる。2機のイオン推進エンジンによって、キセノンを4万メートル毎秒まで加速することができ、大気摩擦による軌道の減衰を補う。ゴーセのミッションは、4 0ラムのキセノンのタンクが空になった時に終了し、これは当初の計画でおよそ20ヶ月と見込まれた。五メートル一メートルのフレームが、 太陽電池パネルに取り付けられており、衛星が電離層や熱圏を飛行する際に、機体の安定に役立っている。ゴーセは非常に低い軌道を飛行しており、イオンエンジンを連続的に噴射することで高度を維持しているため、キセノンが枯渇すると、大気の抵抗のため、約3週間で落下することになる。太陽活動が予想よりも弱く、燃料の消費が少なくて済んだため、 2012年8月からは、高度を 255km から 235km に下げ、さらに2013年8月には 223.88km にまで下げて運用していた。この軌道では、2013年9月末から11月初めまでのどこかの時点で、キセノンが枯渇すると見込まれ、特に10月中旬の可能性が最も高いと予想されていた。 再突入解析によれば1 0 0 0ラムの重さがある。この衛星は最大で2 5 0ラムが燃え尽きずに落下し40個から50個の破片が9 0 0トルの範囲に広がって落下すると予想された。この再突入は制御不能状態となるため破片がどこに落下するかを予測するのは直前まで不可能である。のキセノンは年月日に 枯渇し、11月11日午前2時45分に大気圏に突入した。ありがとうございます。